拍手でお迎えください。それではお一人ずつまずはご挨拶をお願いしたいと思います。はじめに桜井由紀を演じました本田翼さん、お願いします。はい、こんばんはありがとうありがとうございます。本当に今日はご来場いただきありがとうございます。今日は まだ皆さん映画を見る前ということで、その映画の裏話であったりそういう話を今していきたいと思っているので楽しみにしていてください。今日はよろしくお願いします。はい、本田さんありがとうございます。続きましては草野篤子を演じました山本瑞希さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは、山本瑞希です。ありがとうございます。すごい後ろの方まで立ってる方もいらっしゃってすごいびっくりしました。ありがとうございますそうですね、今日はこの作品を皆さんが見てどんな気持ちでこの劇場を後にするのかとても楽しみです。短い時間ですがよろしくお願いします。はい、山本さんありがとうございます。続きましては、牧瀬ひかりを演じました真剣佑さん、お願いします。はい、牧瀬ひかりを演じました真剣佑です。そうですね、少女というこの映画のなんていうんだろう、世界観をたっぷりと味わっていってください。そしていろんな方に、見ていただきたいのでいろんな人に言ってください。今日はよろしくお願いします。はい、真剣佑さんありがとうございます。続きましては滝沢詩織を演じました佐藤亮さん、お願いします。はい、はじめまして、佐藤亮と申します。こんなにたくさんの方の前でお話しするのが初めてなのでとても緊張しております。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。佐藤さんありがとうございます。続きましては本作の原作者となります港かなえさん、お願いします。こんにちは、港かなえです。と素晴らしい映画を作っていただきました。どうぞお楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に監督三島由紀子監督、お願いします。はい、監督脚本を務めました三島由紀子と申します。映画が一本出来上がるまで本当に長い年月とたくさんの人の力が必要です。今日こうして皆さんに見ていただける日が来て本当に嬉しいです。今日は本当に楽しんでいってください。よろしくお願いします。撮影されてきましたけども、改めて振り返ってみて今でも思い出す、現場でのそのエピソードとかもしございましたらぜひとも伺いたいと思います。じゃあ山本さんと本田さんいかがでしょうか。まずはそうですね、今でも思い出すところなんだろうね、なんだろう何でしょうね仲いいな、ね、すごい仲良しなんです。そうなんです、そうなんです私何かな、現場ですごく演出をして、監督が演出をしてくださるときにいつも隣ですごい寄り添ってくれるんですよ。それが今でももうここで声が聞こえるようですそうですね、はい、山本さんを演出するときは本当に隣に座って耳元でささやくように、多分男性監督だったらセクハラだったと女性監督ならではの演出の仕方だなって、そうですね、ずっとそばにいて、ボソ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 言ってました、そういう距離感だったんですね。本田さんとか、はい、こっち話してよ話してよ、はい、はいはい、本当ね、山本さんと仲が良すぎてね、先ほどの打ち合わせでまるでお互いを抱きしめるぐらいのような距離感でいらっしゃいましたよね。そうです、ごめんなさい、どうぞ。あ、はい、私は真剣佑さんと一緒のシーンが結構多かったんですけども、真剣佑さんっていつも私たちが脱いだ靴とかをきれいに、スリッパだよね、あ、スリッパか、スリッパを並べておいてくれるんですよ。そう、私たちがわちゃわちゃこうメイクのところに走ってスリッパをそのまま置いてるのを気づいたら、マッケンが全部並べてくれてるんですよ。そうなんです、見ちゃったんです、並べてるところ、はっ！ってマッケンユさんがやってくれてるんだと思って。え、これマッケンユさん、本当の話、本田翼さんとマッケンユのシーンは堤防のシーンがすごい、ありました、堤防も、ね、好きですよ。そういう話しよう、そういう話か、そういう話しましょうそういう話です、そういう話しましょう堤防、いやー、11月の海でね、そう撮影したんですけども、本当細い堤防の上で一緒にこうお芝居をしまして、あれは怖かったね。
細かったね。細かった。しかも真剣佑くんそこで髪切ってましたよね。髪切ってました。そのね、あの海で撮影で堤防だからもちろんなんですけど、そのね、うん、空いてるスペースで髪を切るっていうこの体験をあのができまして、すごく新鮮ですごい写真撮られてました。そうです。しかも結構強風な中、あの海風が吹いてる中、髪切ってて、これ大丈夫なのかなと思いながら見てましたよ。つながりがね。でどうですか、本田さん、やっぱりそういう、ね、あのシナリオでもやっぱり真剣佑さん涼しい顔されていたんですかね。はい、あ、されてました。なんかいつもこのイケメンな顔してくださってました。真剣佑さん、いかがですか。振り返ってみて、まあ、その、ね、堤防のシーンとかもありましたけども、印象的な、まあ、エピソードとか。印象的なエピソード、はい、いやもう毎回毎回が刺激がすごすぎて、うん、僕のシーンは特に、はい、その刺激がすごいってやっぱりその監督の演出込みの、いやもうシーンもすごいですよね、はい、うん、そうですね、ね、マッケン話すこと考えてなかったでしょ。もう即興で即興で、はい、だから、うん、いやもう言えない、ちょっと言っていいのかよくわからないシーンとかあるなって、ね、すごくあのこれから皆さん見ますからね、刺激強いんで、もしあの、うん、あ、もしじゃない、もうあの楽しんでください。まあでも現場ではマッケンはこんな感じじゃなくて、うん、ものすごいストイックで、うん、その段取りって言ってお芝居をあのしてみる瞬間までずっとなんかこう隅っこでこうかなああかなって何度もいろんなお芝居をやってみて、じゃあ段取りやるよって言ったらよしっていう感じでやってくるよね。そうですね、こんな自由じゃないよ。真面目な、すごい真面目、ストイックですよ、真剣佑さんは、うん、佐藤さんいかがでしたか、思い返してみますと。私はあのあまりちゃんと人と関わるシーンみたいなのが、私と関わったよ、うん、そうだった。水木さんとのシーンが一番多くて、うん、いろんな関係性がこういろいろと変わっていくので、こうそれを楽しみに見ていただけたらいいなと、ね、なんかあの駅のパネルに顔をはめたりとかしてたんですよ、うん、実は。そんなことやってたんだ、はい、壁ドンしてみたりとかしてたよね。壁ドンしました。ちらっとだけ話すと、この人がどん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 この山本美月さんを巻き込んでいくっていう役ですよね、うんうん、誘惑していく役だよね。そうできていたらいいですね。大丈夫、それをちょっと楽しんでもらいたいなと思います。、はい、あとはもう2人の最後のラストシーンをね、そう、そうですね、楽しんでいただければ。そこはもう本当に本当に翼ちゃんと呼んでいい？どうぞ。翼は本当に、うん、正直者で素直で、はい、何でもこう不安なこととかを言ってくれるので、うん、なんか私がこの子を守らなきゃみたいな気持ちにさせてくれるというか、うん、それがすごくそのユキとアツコの関係性に似たものになってって、うん、ラストはね、またその関係性がよく出てるいいシーンになったんじゃないかなと思うので、うん、そうですね、うん、あまりね言えないけど、うん、言えない、言えない、はい、普段からその仲の良さっていうものが実際、まあ、オンエアというかこのスクリーンでもたっぷりと味わいますね。特に最後のシーンは皆様に、ね、楽しみにしていただきたいところです。